こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所木下紅子です。こちら側から失礼いたします。全部着物を着て着姿が出来上がった時に、あれなんかちょっと帯締め違う気がする、帯締めだけ取り替えたいなというふうに思ったことありませんか？本日は着姿が出来上がった後に帯締めを取り替える方法について解説していきたいなというふうに思います。解説する具体的な方法と、それからポイントについてお話をしていきますね。はい、では早速解説をしていきたいと思います。まず帯締めを取り替えたいなと思ったら、鏡に対して横を向いてください。私と同じ帯結びの方は左側が見えるようにしてくださいね。皆さん、帯の構造のお話を少しだけさせていただきます。お太鼓ってお太鼓の山があって、でここの下のね、お太鼓の下線があって、で内側に折り上がっていって、折り下がっていくその最後が垂れ、ここですよね。この部分が垂れと言いますけれども、その部分がある。ちょっと今ね、構造を思ってください。ここがお太鼓ですよね。そして今この私が人差し指と中指で掴んでいるこの部分っていうのがお太鼓の中に入っている手先になります。で今日意識していただきたいのは、手先の位置の関係と、内側に折り上がっているこの見えないところの布の折り返しの上端、一番高いところがどこにあるのかというのをね、こうやって横を見て意識してみてください。なぜこれを意識しなくてはいけないかっていうと、例えば折り返しの線、私結構ね、この手先よりかも上に来てますけれども、これが今留めている帯締めとギリギリぐらいだったりしたらっていうことによって、帯締めのね、取り替え方のコツというのが変わってくるからです。まずはこうやって横で確認してみてくださいね。この位置っていうのは体型とか帯の長さによって変わってきます。さて、まず一番最初、今止まっている帯締めとその上端の位置っていうのを、折り返されている帯の上端の位置っていうのが割と近い人っていうのは、今帯締めをね、この位置にありますけれども、取り替える帯締めっていうのは下から当てなくてはいけません。まずこの方法を解説していきます。はい、では変えたいなと思っている帯締め、だいたい真ん中あたりを持ちまして、右手からこうやって帯の中に入れていきます。だいたい真ん中に来たかなと思ったら、左手で帯締めを中からもらいます。で左手こうやって帯締めを引き出していきますよね。で横を見ながら、今の帯締めとだいたい同じぐらいの高さになるように、後ろ中を通してあげます。そして今ちょうど体の前にね、こうやって帯締めきましたけれども、だいたい長さを同じぐらいにします。そして今締めている帯締めをずりずりちょっと上にこうやってね、ずらしていきます。でこう今から具体的に帯締めを結んでいくわけです。よいしょ。でここまで来て、初めてもともと締めていた帯締めというのを外していきます。ではこの帯締め外していきますね。背中のところでもし重なってたとしても、この帯締めってスルスルスルって抜けていくんですよね。あまりこの背中の部分の帯締めの位置が低すぎたりとかすると、お太鼓の形がね、崩れてしまう原因にもね、なってしまうので、後ろの部分っていうのは重ねてしまっても問題ありません。では続きまして、割と私と同じぐらい折り返しのお太鼓の折り返しの布が割と高い位置にあるという方のポイントについて解説していきますね。その方っていうのは割ともう最初からこうやって帯締めの位置をね、少し下目にずらしていただいて大丈夫です。では帯締めを変えていきますけれども、だいたい先ほどと同じ長さ、だいたい真ん中ぐらいのところを右手に持たせて、お太鼓の中通ります。そして左手でだいたい親指が今掴んでいるところ、右手の親指が掴んでいるところをもらって、で通していきます。でやはり先ほどとも同じになるんですけれども、背中に当たる部分、この中に通る部分っていうのをもともとの帯締めと大体同じぐらいの高さで構いません。で長さを揃えて、こう揃えた段階でちょっと帯締めをより下に持っていって、具体的に帯締めを結んでいきます。よいしょ。で結んだここまで結んだ段階でもともとの帯締めを取り外していきます。この取り替える時のポイントっていうのは先ほどお話ししましたけど、ちょっとね帯の中の構造がどうなってるのかなっていうのを気にしていただいて、下から当てなきゃいけないのかなとか上から当てていいのかなっていうのが判断できると思うんですが、もうよくわかんない、帯の構造わからないっていう人は一番最初にご説明した下から当てる方法の方がご安心じゃないかなというふうに思うので、1回目の方法で試してみてくださいね。それから大きなちょっとコツというかポイントをもう一つお話しさせていただきます。あれ今日このコーディネート違うかも、帯締め変えたいかもって思った段階って、そもそもはどうしようってちょっと焦りの気持ちがね生じているんですよね。なので変えるとしたらこれかなっていう帯締めをまず選んでください。選んでいただいたら、この距離じゃなくて、鏡に対して自分の体の距離がね、この距離じゃなくて少し引いた状態で位置の今締めている帯締めがいいのか、2番目のこの帯締めに取り替える方がいいのかっていうのは少し引いた目線で是非見てみてください。ただでさえあれ違うかもって焦っているじゃないですか。その時の判断っていうのは精度がね低い可能性もあるわけです。なのでどっちがいいかなっていうふうに少し引きの目線で確認してもらって、それからやっぱり2番目の帯締めがいいというふうに思ったら2番目の帯締めに変えるというふうにされた方がいいと思います。焦って時間がなくなった時にやっぱり一番最初に戻したいなとかっていう風に思うと、ちょっとより焦りが出てしまいますよね。なので是非引きでちょっと距離をね持って冷静に見ていただく目っていうのも是非設けていただければなという風に思います。本日解説させていただいた着姿がもう出来上がった時に帯締めちょっと違うかもっていうのは結構ねあることじゃないかなという風に思います。是非お役立ていただければなと思います。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。